ダーブラ。あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？こうも一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。出る、魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこい、出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。凄まじい気が膨れ上がっている。これは。え？あ、さっき玉のところから出ていた煙が。雲？いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、あいつが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんな奴が。おい、魔人ブー。僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン。なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブー。素晴らしい。
か魔人ブー。あ、上がった。魔人ブーの気が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を弾に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。勝てるかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。やつが外に出て人々を襲い出したらきっと大変なことになるぞ。やるしかない。まともに戦っても勝てるか。魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー。
海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った。こいつ食っちゃおう。ダーブラ、お前まだ生きてたのか。バビディ様、そいつは、魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前食べちゃおう。ぬれ、クッキーになっちゃえ。素晴らしいぞ、魔人ブー。ピッコロ、これは魔術が解けたのか。お前たち、こんなとこで何してるんだ。クリリンさんたちこそ今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。なんだこの恐ろしい木は。まさか魔人ブーは。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おう。バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空は、これまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受ける素振りを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるため、ブーの元へ一人向かうのだった。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。さあ、ブーとやらの面を拝みに行くか。あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。僕の宇宙船が。きしょう、どういうことだよ。よう。ベジータ、貴様なんてことを。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。そのブサイクな間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯、ブサイク？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。ん？怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。
かったぞ。バカ。やりっこ。許さん。絶対に許さんぞ。ロックロック、バカだ。魔人ブーも許せんが、一番許せんのは貴様だ、バビディ。そんな。ブルマを、ママを大切にしろよ。どういうことパパ、ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。3人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え？抱かせてくれ。え？パパ。なんだよパパ。やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え？二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。わかったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方がわかったぜ、やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。
己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。二人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にしてあいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない？魔人ブーが。そんなベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。人武の気は感じるが、ベジータの気がねえ。
まさかやられちまったんか。あいつがご飯の気も感じねえ。どうなってんだ。ん、ピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れたんだ。二人なら何がどうなったか知ってっかもしんねえぞ。ピッコロたちは神様の神殿か。なんてことだ。ご飯も海王神様もベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば本当に間違いなく地球人は愚か、宇宙中の生物は全て消えてなくなる。でもよ、悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。はっきり言おう。無理だ、オラには倒せねえ。え、ベジータとオラとはほとんど実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ。悪いが、どうやっても勝てねえ。そうか、そうだな。ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたらまだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかってもおそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくてフュージョン使うんだ。え、なんだよそれ。フュージョン、融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり二人が一つに融合することでそれぞれではできねえようなすんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。30分したら元に戻っちまうんだけは注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータ、どちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は二人ともこの世にはいない。もしかして最悪の事態ってやつかな。中で寝ている2人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。できないのか、フュージョン。いいぞ、ミスターポポ。その手だ、その手があった。ピッコロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえか。よし、わかった。いいぞいいぞ、希望が出てきた。あのチビたちならやれるかもしんねえぞ。ただし、トランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。もしかしたら絶滅、いや地球そのものが消滅させられるかもしれん。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。もし絶滅させられてもおめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。
これは。シェンロンが出るんか。なんで。ドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろう。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り残り2つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。おう、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は。確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだキビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫ゴハンさんを死なせてはいけません。海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい。開会。ここは海王神界、つまり私の世界です。海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。お宅は確か死んだはずじゃ。生き返れるんですか。いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。Z ソード?お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私はおろか、何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。
たな。あれが Z ソード？この剣が Z ソードです。はあ。引き抜いてください。私の知る限り、この剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。この、Z ソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。本当ですか？すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ごはんさん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ、びくともしない。よし、よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。